こんにちは、ウニワニステウニアンタータイプードルのジャスミンです。本日は新ニーサ投資初心者におすすめの証券会社は au コブコム証券を開設という話をしたいと思います。新ニーサで投資を始めたい。クレジットカード積み立てがお得って聞いたけど、ゴールドのクレジットカードが作れないとポイントが少なくていまいち、こういうお悩みを最近たくさんいただきます。これ実は au ペイカードと au コブコム証券の組み合わせで解決しちゃうんです。この動画を見れば au や UQ モバイルユーザーや主婦や学生の方などは au コブコム証券とってもお得っていう風に思われないようになっておりますので、ぜひ最後までご覧いただければと思います。それでは早速本題いってみましょう。まずは2024年から始まる新ニーサっていうのがどんな制度かについてお話ししたいと思います。新ニーサはですね、一言で言うとこれまでのニーサをパワーアップさせた紙制度なんですね。新ニーサ以前の現行制度では積立ニーサか一般ニーサのどちらか一つしか選べないっていう風になっていました。また積立ニーサの投資枠が年間40万円まで、一般ニーサは120万円までという風になっていました。そして積立ニーサの非課税期間は20年間、一般ニーサは5年間という風になっていました。これまでの積立ニーサと一般ニーサが2024年からは新ニーサに生まれ変わります。新ニーサは積立ニーサと一般ニーサが一体化し、積立投資枠と成長投資枠の2つの枠が両方利用可能になります。積立投資枠で年間120万円まで、成長投資枠で年間240万円まで、合計で360万円まで投資可能です。また積立投資枠、成長投資枠ともに非課税期間が無期限になりました。生涯非課税枠は最大1800万円となっており、途中で売却した後も枠が復活可能です。この新ニーサを用いるとどれぐらいお金が増えるのかシミュレーションしてみたいと思います。月5万円を30年間1800万円で積み立てるとします。今回は保守的に 3% の年利で計算しています。こうすると投資額1800万円に対して運用益は1113万7000円という風になります。そして総額が2913万6844円という風になります。こんなにたくさん増えます。そして課税口座の場合はこの運用益1113万7000円に対して 20.315% の税金、約226万円がかかります。しかし新ニーサの場合はこの税金がかかりません。このように新ニーサなら現金で預金するよりも1000万円以上増えて、さらに税金もかからないというところが非常にお得です。ここでのポイントは、新ニーサは最高の制度、この波に乗ろうということです。では続いて、2023年、今年は新ニーサまで投資を待った方がいいのっていう質問も多いのでお答えします。結論から申し上げると、新ニーサの前に今年2023年は積み立てニーサを始めるのがベストです。理由としては、現行ニーサと新ニーサの投資枠っていうのは別物なんですね。なので今から始めれば現行の非課税枠も使えるので、新ニーサ1800万円プラス今年の非課税枠、積み立てニーサ40万円の非課税枠を手に入れることができるからです。また積み立てニーサは月に 33,333 円までの積み立て投資可能枠がありますが、年間40万円の方が強いので、今から始めても満額設定をすれば年間40万円を使い切ることが可能なんです。また来年から新ニーサを始めようと思ってもですね、年初に慌ただしく準備するのは大変ですよね。しかし今年から積み立てニーサを始めていればですね、その金融機関で来年から自動的に新ニーサが開設されるので便利だからです。すでにですね、積み立てニーサをやってるよっていう方は、新ニーサは別の金融機関に変更したい場合は10月以降に手続きができます。10月前はすでに投資を始めている場合はできないのでご注意ください。というわけで、ここでのポイントは、積立ニーサを始めるなら今がベストタイミングということです。続いて、新ニーサはどこの証券会社がいいのかってお話をしたいと思います。私への相談で非常に最近多いのが、クレジットカード積み立てのポイント還元がすごくお得なんだけども、ゴールドじゃないと還元率が低くて、主婦や学生、年収が低い自分はどうしたらいいんでしょうっていう質問をいただきます。これはどうしてこういった課題が出るかというと、原因としてはですね、クレジットカードの決済っていうのはまず月5万円までっていうのが、これは法律で決まっています。なのでどこの証券会社でも一緒です。そして大手ネット証券では、一般カード、ノーマルカードだとポイント還元率が 0.5% に設定されているところが多くて、5万円を投資しても250ポイントしかつかないっていうことが多いんですね。実際に私の視聴者さんでも 1% のポイント還元を狙ってゴールドカードの申請をしたんだけども、審査に落ちてしまいました、どうしよう、途方に暮れてますっていう声をたくさんいただきます。そこで対策と
として出てくるのが、一般カードでお得な au ペイカードと au 株コム証券の組み合わせです。 au ペイカードと au 株コム証券の特徴をそれぞれ説明します。まず au ペイカードはですね、高信託の積み立てで、積み立て金額の 1% のポンタポイント還元がございます。例えば月5万円を積み立てで、月500ポンタポイント、年間で6000ポンタポイントを還元してもらえます。他社では 1% のポイント還元は年会費有料のゴールドカード以上というところが多いんですが、 au ペイカードの場合は年会費無料の一般カードになっています。それで 1% のポンタポイント還元があるんです。こちらの au ペイカード一般カードは年会費が無料で、翌年以降1375円が税込みでかかるんですが、こちらの条件を満たすと無料になります。 au の携帯電話の利用ですね、 UQ モバイル、ポボ、ポボ 2.0 も含みます。また年に1回以上の利用ですね。クレジットカード積み立ての利用額も翌年無料になる条件の対象なので、 au 株コム証券でクレジットカード積み立てをしている限りずっと無料で使えますね。また貯まったポンタポイントはですね、 au ペイ残高にチャージしてお店で使ったり au ペイマーケットでも利用できます。続いて au 株コム証券の方の特徴なんですけれども、月5万円まで先ほどクレジットカード積み立てできますよって話もしましたが、月5万円って最初投資初心者の人にとっては怖いですよね。 au 株コム証券の場合は100円からそれ以降1円単位で投資可能なので、少額からチャレンジできます。またネット証券としてはかなり大手のため、人気の米国ファンド、全米ファンド、全世界ファンドがありますので、商品選びに困らないという特徴もあります。というわけでここのポイントとしては、新NISAは au ペイカードと au 株コム証券の組み合わせがおすすめということです。では続いて au ペイのゴールドカードもすごいんですよっていう話をしたいと思います。 au ペイカードは先ほど話した通り一般カードでもめちゃめちゃお得なんですけど、もしゴールドを作れる方であれば au 経済圏のユーザーにとってはさらにお得になる4つの理由がありますので、そちらを解説します。 au ペイゴールドカードがお得な理由1つ目は、 au ユーザーなら毎月の au スマホ利用料を au ペイゴールドカードで支払うと最大 11% のポンタポイント還元があるんです。通常ポイントが 1%、税込み100円で1ポイントっていう風になってるんですが、ゴールド特典で 10%、 ご利用額1000円税別ごとに100ポイント換算でついていきますので、合計で 11% のポイント還元を受けることができるんです。ただしこちら注意事項としては、 UQ モバイル、ポボ 1.0、 ポボ 2.0 の契約者の方は携帯料金の還元特典対象外となっております。なので au ユーザーに限るんですが、 au ユーザーの方はせっかく通信料を払うんだったら、ポイントが 11% も貯まるゴールドカードの方が圧倒的にお得です。続いて au ペイゴールドカードがお得な理由2つ目は、 au ペイ残高チャージプラスコード支払いで最大 1.5% 還元になるからです。 au ペイゴールドカードから au ペイ残高にチャージすると、チャージ金額に対するポイントを 1% 還元してくれるんですね。そして au ペイコード払いの利用 0.5% と組み合わせて最大で 1.5% のポンタポイントが還元されるんです。これもかなりお得ですよね。続いて au ペイゴールドカードがお得な理由3つ目は、au電気、都市ガス 4au 利用額の最大 3% が還元されるという点です。au 電気、都市ガス 4au の料金を au ペイゴールドカードで支払うと、利用金額に対するポイントを 2% 増量して還元してくれます。通常ポイント 1% を合わせると、最大 3% のポンタポイント還元になるんです。au 系経済圏の人はどんどんお得になってますね。そして最後、au ペイゴールドカードがお得な理由4つ目、au ペイカードでのお買い物で最大 9% をポイント還元されるという点です。 au 経済圏の方は au ペイマーケットのお買い物が多いかと思うんですが、そちらで au ペイゴールドカードをご利用いただくと、通常ポイント 1% と合わせて最大 7% のポイント還元になります。ゴールドカードの特典 2% を加えると、最大なんと 9% のポンタポイント還元になるんです。このようにですね、 au ペイゴールドカードってめちゃめちゃお得な特典がついてるんですよ。ではゴールドカードにすべき人とそうじゃない人っていうのを整理したいと思うんですが、まず条件がありまして、ゴールドカードに関しては満20歳以上という条件があります。また学生の方、無職の方、パートアルバイトの方を除くという条件がついております。この辺が一般カード、ノーマルカードとは違う条件になっています。その上でゴールドカードにすべき人なんですが、まずは au ユーザーですね。こちらはスマホ料金を au ペイゴールドカードで支払うと最大 11% ポイント還元になるからですね。そして au ペイ、 au 電気、都市ガス 4au、 au ペイマーケットなど au 経済圏を利用されている UQ モバイル、ポブのユーザーの方ですね。こういった方はですね、au 経済圏でのポイント還元がさらにお得になりますので、ゴールドカードがおすすめです。というわけでここのポイントとしては、 au ユーザーや au 経済圏の方はゴールドカードでさらにお得になりますよということでした。では au
ルペイゴールドカードいいかなと思った方にですね、お得な新規加入特典もご紹介しておきます。 au、 UQ モバイル、 ポポ のユーザー様限定で新規加入ご利用特典で最大2万ポンタポイントがもらえます。この2万ポイントの内訳ですが、まず1つ目としてはですね、 au ペイ残高チャージで最大1万8000ポンタポイントがもらえます。これは au ペイ残高チャージとショッピング利用の9000ポンタポイント、9000ポンタポイントを合わせた1万8000ポンタポイントとなります。そして特典2つ目はですね、公共料金 ETC の新規発行、そしてご利用で2000ポンタポイントがもらえます。公共料金の支払いカードで行われると非常に便利なので、結構活用する方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。この2万ポンタポイント分の還元がありますので、ゴールドカードの場合は年間費1万1000円税込みでかかるんですけど、損益分岐点を考えると結構低くなります。例えば特典対象の3ヶ月間でこのように利用すると、その時点で年会費は回収できたことになります。 au ペイの残高チャージで5万円分、これで特典の 5% 還元がつくっていうので2500ポンタポイントをゲットできます。またショッピングの利用を13万円した場合は、こちらも 5% の還元で6500ポンタポイントがもらえます。公共料金の支払いについては2000ポンタポイントですね。合計こちらで1万1000ポンタポイントをゲットできますので、ゴールドカードの新規加入特典の損益分岐点のイメージができるかと思います。特に残高チャージに関してはですね、その場で使うわけじゃなくてチャージで OK ですので、そんなに難しくないかなと思います。というわけで、ここでのポイントとしては au ペイゴールドカードの新規加入で最大2万ポンタポイントをもらおうということでした。それでは本日のまとめです。今回は新NISA、投資初心者におすすめのネット証券は au カブコム証券を解説についてお話ししました。ポイント一つ目は、新NISA は最高の制度、この波に乗ろうと。ポイント二つ目は、積み立て NISA を始めるなら今がベストタイミング。ポイント三つ目は、新NISA は au ペイカードと au カブコム証券の組み合わせがおすすめ。ポイント四つ目は、 au ユーザーや au 経済圏のユーザーにはゴールドカードもさらにお得でおすすめ。ポイント五つ目は、 au ペイゴールドカードの新規加入で最大2万ポンタポイントがもらえるよということでした。いかがでしたでしょうか。 au カブコム証券はネット証券としてはかなり大手で信頼できる証券会社なので、証券会社選びに悩まれてる方、特に他の会社でゴールドカード以上が作れないなっていう方は au カブコム証券非常におすすめですので、ぜひ選択肢に入れてください。私の視聴者さんでも UQ モバイルのユーザーの方はほとんど au カブコム証券利用されていますね。ぜひ利用されてる方は感想などもコメントで教えてください。証券会社を用意して来年の新NISAスタートダッシュを切りましょう。最後に、この動画がいいなと思われた方はぜひいいねとチャンネル登録、ベルマークをオンにしていただけると嬉しいです。それではバイバーイ。そして総額が2900クレジットカード積み立てのポイント還元がすごくお得なんだけども、ゴールドじゃないと